マリオシリーズ、マリオ RPG、ペーパーマリオシリーズ、ペーパーマリオ RPG、ペーパーマリオ RPG は、インテリジェントシステムズ開発、ニンテンドー発売のアクション RPG、ペーパーマリオシリーズの2作目。タイトルでは繋がっていないものの、ニンテンドー64で発売された、マリオストーリーの実質的な続編。そのため、ストーリーに絡みこそしないものの、 マリオストーリーに登場した地名やキャラクターの名が随所に登場する。課題段階では実際にマリオストーリーにとされていた。前作のマリオストーリーでもキャラクターや仕掛けが紙のようにペラペラだったが、今作ではマリオが紙飛行機になってゆっくりと飛んだり、ページがめくれるような演出で橋ができたりと、紙らしさがさらに向上した。また、マリオの体の形も、 前作から少し変更されている。今作では各ステージの終わりにミニゲームとしてスーパークッパブラザーズがプレイできることもある。内容はクッパを操作するスーパーマリオブラザーズ風の横スクロールアクションゲームでプレイするクッパ自体の残り人数は無限なため何回ミスしても再トライできる。またやられるたびにクッパのセリフも変わり、 画面上のステージの右側の数字表記がどんどん上がる。さらに、ピーチ姫ストーリーというものも存在し、これも各ステージをクリアした後に進めることが可能。テックという心を持ったコンピューターと触れ合う傍ら、プレイヤー自身がピーチ姫を動かし少しずつ黒幕の目的を解明していく物語である。続編として、スーパーペーパーマリオが2007年4月19日に、 発売された。前作と見た目の雰囲気こそあまり変わらないものの、物語の背景やシナリオなどにハードな描写が増え、音楽の雰囲気もかなり硬いものが増えた。この傾向は続編、スーパーペーパーマリオでより一層顕著になる。遠い昔、あるところにそれ,それはそれはとても栄えた街があった。しかしある時、大きな災いが降りかかり人夜にしてその街は、 海の底へ沈んでしまう。そして、それから、年月が流れ、すべてがおとぎ話となった頃、何もなくなったその地に人が集まり、新たな町が形成された。その新たな町には、地下には、昔の町のお宝が、今もそのまま残っているという言い伝えが残った。これが港町、ゴロツキタウンに伝わる千年の扉の財宝伝説である。そして、時は、流れ。 ピーチ姫がキノコ王国を巡る旅をしている途中、ゴロツキタウンに立ち寄っていた。ある時、街の中を散策していたピーチ姫は、物売りのおばあさんから綺麗な箱をもらう。すると、手にした箱が突然光り出した。それからしばらく経ったある日、マリオのもとに手紙が届く。差出人はピーチ姫であった。それには、このようなことが書かれていた。 私は今、キノコ王国を巡る旅に出ているのですが、宝の地図を手に入れました。ゴロツキタウンという街で、物売りのおばあさんからもらった箱に入っていたのです。私一人じゃ宝探しは大変なので手伝ってください。地図は手紙に入れておいたのでそれを持って必ず来てください。ゴロツキタウンの港で待っています。その手紙を読んで、ゴロツキタウンの港に来た。 マリオだったが、ピーチ姫の姿が見当たらない。港で姫を探していると、フランクリ先生を探しているクリボーの女の子、クリスチーヌと出会う。彼女に地図のことを話すと、彼女の恩師である考古学の権威、フランクリ先生から話を聞くことができた。フランクリによると、伝説の宝を手にするためには7つのスターストーンという宝石を集め、1000年の扉を、 開かなければならないという。この地図は七つのスターストーンのありかを指し示す、魔法の地図だったのである。宝を追っていけばピーチ姫と巡り合えるだろうと思い、マリオは新たな冒険に出るのであった。今作では、物語の開始時にピーチ姫から送られた宝の地図を手がかりに七つのスターストーンを集めて、宝の正体を突き止めることを目的に冒険する。 前作と同様にステージが明確に分かれており、スターストーンが存在する場所に、ゴロツキタウンから向かいかけたところで、ステージのオープニングが始まる。そして目的を達成し、スターストーンを手に入れると、ステージクリアになる。その後は、行方不明になった、ピーチ姫がマリオを助けるために情報を集める、ストーリーが始まる。それが終了すると、今作ではクッパが宝探しに、 各地で騒動を起こすストーリーが始まり、再びマリオ側に戻る。これをステージ8まで繰り返す。フィールドで敵に触れるとバトル開始となる。この時ジャンプやハンマーなどで攻撃すると先制攻撃ができる。バトルではマリオから行動し、続いて敵たちの番とターンが続き、この繰り返しでバトルが進行する。 マリオが使う技には攻撃力が設定されており、その数字と同じ分だけ敵にダメージを与えられる。ただし、敵に防御力がある場合は攻撃力から防御力を引いた数字がダメージとなる。防御力が攻撃力よりも上回っている場合はダメージを与えられない。敵を倒すスターポイントが手に入り、100溜まるとレベルアップする。また、 ジャンプは小羅のある敵をひっくり返せるが、トゲのある敵、燃えている敵を踏みつけると、ダメージを受ける。ハンマーは、直接触れられない敵を安全に攻撃できるが、後ろの敵を攻撃できない。といった敵によって、有効な攻撃などが決められている。舞台本作では、マリオと敵のバトルは、舞台の上で行われ、手前には観客席が観戦している。舞台上では、 背景セットが倒れてダメージを受ける、照明が落ちて当たりダメージや状態異常になる、煙で攻撃が当たりにくくなるといった演出が起こり、バトルに影響を与える。この舞台はマリオのレベルが上がると観客動員数の多い舞台で戦うことができる。また観客にはマリオたちに岩などを投げてダメージを与えたり、アイテムやコインを投げてくれたりといった、 様々なことをする客がいる。コマンド属性本作にも属性の概念が存在する。属性によってはダメージを与えることができず稀な例では回復させてしまったり大きなダメージを与えられる場合もある。状態異常技やアイテムによりキャラクターが状態異常を起こす場合がある。中には有利なものもある。状態異常を起こすとそのキャラクターの上に 状態以上を示す吹き出しとその効果が持続するターン数が表示される。敵も状態以上を起こす場合がある。アクションコマンドバトルスロットマリオたちの攻撃でアクションコマンドが成功すると画面右上に色々な絵柄が出てくる。同じ絵柄が2つ揃っている時にアクションコマンドを成功させると画面中央に絵柄が大きく表示されスロットが始まる。 同じ絵柄が三つ揃うと、ビンゴになり、絵柄によって様々な効果が現れる。絵柄が三つ揃った時の効果は、以下の通り。ここでは、メニュー以外のことも記述する。アクション通過仕掛け施設など主人公、マリオの仲間たちメガバッテン本作の、ストーリー全体における、敵組織。世界征服を最終目的としており、その実現のために、 スターストーンを集めている。海外版の名称は、クロスノート。その他、プロローグ初登場ステージ1発登場ステージ2発、登場ステージ3発登場ステージ4発、登場ステージ5発登場ステージ6発、登場ステージ7発登場ステージ8発、登場エンディング5発登場前作と同様、9つのステージに分かれている。そして、 そのそれぞれに独立したストーリーがある。ステージ名の下にストーリーを示す。ありがとうございます。